休職した後に復職するってめちゃくちゃ怖くないですか？こんにちは。適応障害で一度社会からドロップアウトして、今では心の先生として活動させていただいているタケと申します。今回は休職したんだけど、復職することに不安がある。人間関係が怖い。やりたいことがない。でも本当は仕事をしていきたいし、前に進みたい。でも、やっぱりこの前に踏み出す怖さが勝って動けない。そんな思いがある方はぜひ見ていただきたいなっていうふうに思ってます。見ていただきたいというよりかは、一緒にその不安であったり、悩みっていうのを考える動画にしたいなっていうふうに思っています。あなたはどんな気持ちがあってこの動画をタップしてくれましたか？適応障害やうつ病と言われてどうすればいいかわからない、あるいはその他の理由で一旦お仕事ができなくなってしまって、この先うまくいくんだろうかっていうふうに不安を持っている、まだまだ若くてこれから先もたくさん生きていかなきゃいけないのに、もう何社何十社と短期離職を繰り返してしまっていて、もう自分はどうすればいいかわからない、このまま行くとどこの会社からも誰からも信頼されなくなって、どこからも雇ってもらえないんじゃないか、でもそんな自分を変えたい、一歩踏み出したい、本当は自分だって仕事ができるようになりたいし、本当に何でも話せるような信頼できる親しい友人や人間関係を築いていきたい、こんな気持ちってありますか？僕は正直言って今言った気持ち全部あったんですよね。僕は今ではこういう風に YouTube でお話をさせていただいてますが、約3年前に自分の性格的な気質であったり、仕事がうまくいかなくなって適応障害と言われて、来る日も来る日も不安とね、焦りを抱えて、東京のワンルームの部屋で電気をつけずにカーテンも閉めて真っ暗な部屋で毎日不安と焦りを抱えて泣いていたっていう経験があるんですよね。だからもちろんあなたのことを全て分かっています、理解できていますというふうにはお伝えすることはできないですし、そういうふうにね、人の気持ちを分かるってすごいおこがましいことかなって思うのでお伝えしたくないんですけれども、それでも少しは仕事ができない葛藤とか不安とか復職が怖いなっていう気持ちが分かるんじゃないかなっていうふうに思っています。あなたはどうですか？仕事をしたい、あるいはしなくちゃいけないという思いと、それでも職場に戻るのが怖い、仕事を続けられるか不安、一歩踏み出せないっていう、この気持ちの葛藤ってないですか？いざ復職しようと思って職場に相談したら、何にも自分の希望を聞いてもらえなくて、あ、自分ってやっぱり会社の言い方悪いですけど駒のような存在なんだなって感じて寂しくなったり辛くなったりする気持ちってありませんか？そんな風に一歩勇気を出して職場に復帰しよう、仕事を頑張っていこうって思って一歩踏み出したのに、自分の意見が全くと言っていいほど通らなかったり、これだけ勇気を出して伝えたのに何も相手がその気持ちを受け取ってくれなかったりすると、あれ、自分ってやっぱり価値がないのかなとか、なんでこんなに自分のことを大切にしてくれる人に出会えないんだろうとか、大切にしてくれる職場や環境に出会えないんだろうっていう風に思う気持ちとかもあるんじゃないかなって思ってるんですよね。いや、頭では分かってるんですよ。頭では別に会社は会社だから、そんな自分の希望が通らないなんて、みんなでやってるから自分一人じゃないから自分の希望が通らないなんて当たり前だし、自分は雇っていただいている側だから、そんな全ての希望を聞いてもらえないことなんて頭では分かってるんですよね。でもいざやっぱりそういう風に自分の意見が通らなかったり、自分の意見を突き放されたりすると、もうどうしようもないくらい孤独な気持ちになったり、寂しい気持ちになったり、あ、自分が働く意味って何なんやろみたいな気持ちになりませんか？僕もね、ずっとそういう気持ちがあったんですよ。僕は4万人以上の大企業でも、30人以下のちっちゃな企業でも働いた経験があるんですけど、いずれにせよね、自分のやりたいこととか提案が通らなかったりした経験っていうのも、もちろんもう何回も何回も何回もあるので、やっぱり自分って実力がないなとか、やっぱり自分って会社の駒なのかな、歯車なのかなっていう風に感じてしまった経験って結構あるんですよ。もちろん分かってるんです。その理由っていうのは自分に実力がないから、このことは痛いほど分かってるんです。自分がない一番分かってるんですよね。何か利益を生み出すビジネスアイデアがあるわけでもない、そのビジネスアイデアを形にする能力や技術や知識や人脈があるわけでもない、ビジネスや事業を立ち上げたり成功させた経験があるわけでもない、人を集める圧倒的なカリスマ力や影響力があるわけでもない、何か容姿やスポーツや頭脳といった一つ飛び抜けている才能があるわけでもない。だから自分の意見が通らなかったり、誰かから求められる自分になっていなかったり、自分のやりたいことができている自分に慣れていないっていうのは、自分の実力が足りないから、このことは自分自身がね、一番分かってるんですよ。でもそれでもやっぱりね、自分も頑張ってきたのにって思いませんか？あなたはね、絶対頑張ってる人だと思います。だからね、みんな分かってるんですよ。みんな本当は自分の実力を高めることが必要とか、自分に向き合うことが必要とか、勉強や新しい体験とか挑戦をしていくことが必要っていうのはもうみんな分かってるんですよね。それでもなんとなくやっぱり毎日仕事ができていたり生きていけるから、ほとんどの人はそこに向き合う機会、気づく機会というのがないんですよ。じゃあ今復職であったり仕事ができなくなってどうしようもない自己嫌悪とか葛藤で悩んでるあなたはどうなんだっていう話なんです。あなたはもしかしたらね、今どうしようもない辛さだったり、誰にも相談できない将来の不安であったり、これまで一生
懸命頑張ってきたのに、誰にもその頑張りを見てもらえない、評価されていないっていうような焦りや寂しさや孤独感というものがあるんじゃないですか。なんで自分だけがって思いません？なんで自分だけがみんなと同じことができないんやろうとか、なんで自分だけこんなうまくいかないんやろうって思いませんか？でもね、この動画で僕があなたにお伝えしたいのは、その気持ちっていうのはあなたが一生懸命これまで生きてきたから感じられる気持ちなんですよ。感情なんですよ。体験なんですよ。だからね、誇ってほしいです。そのね、仕事に戻ることが不安とか、復職が不安っていう気持ちはね、あなたが一生懸命前に踏み出そうと、一生懸命ね、本当に一生懸命に頑張ってる証なんですよ。目いっぱい人生を生きてる証なんですよ。こんなことをお伝えすると、なんか、この若造が何がわかるんだとか、思われるかもしれないんですけど、でもそれでも伝えたくて、やっぱりね、私たちが何か一生懸命挑戦をしようとか、自分を変えていこう、とか成長しようと思うと、ありとあらゆる感情を経験する必要があるんですよね。その一人ぼっちの孤独感とか、一生懸命頑張っても収益や結果につながらない焦燥感とか、一生懸命頑張ったのに選ばれたのはあの人だったっていうような自己嫌悪とか劣等感とか、一生懸命この物事を続けてるけどこの結果が報われるのかなっていうような不安感とか、ありとあらゆる感情を私たちは経験しないと、実は魅力的な人にはなれないんですよ。だからね、もし今あなたが誰にも認められない孤独感とか、一生懸命頑張ったのになんで自分は何かを形にできないんだ、成果にできないんだっていう不安感とか焦燥感とか自己嫌悪の気持ちがあるなら、それはね、僕はあなたが魅力的な人間である証だと思います。だって一生懸命頑張ってる人じゃないとそういう感情って経験できないんですよ。どうやったら人に求められる自分になるんだろうとか、魅力的な人間になれるんだろうとか、人に貢献できる自分になれるんだろうって、成長できるんだろうって考えてる人じゃないと、その感情って経験できないんですよ。だって毎日9時から5時までで、あ、早く仕事終わんないかなーって生きてる方って、絶対そういう自分に目線を向けるということが絶対にできないんですよ。でもあなたは違いますよね。周りや環境や他人に文句を言う、愚痴を言う、不平不満を言うのではなくて、自分自身に向き合ったから、自分で変わろうと思ったからこそ、こうやって今悩んでるんでしょ、苦しんでるんでしょ、寂しい気持ちがあるんでしょ。だからね、もちろんあなたの気持ちは、まあ、正直痛いほど伝わってきてるんじゃないかなって思ってるんですよね。でもね、それでも僕は伝えたい、その気持ちがあるあなたっていうのは、それはあなたが魅力的な人間である証だし、一段階ね、その人生のステージを上げるというか、魅力的な人間に成長している証なんですよ。サインなんですよ。だから当時はね、僕も適応障害で悩んでたんですよ。今言ったような気持ちが僕もずっとあったんです。というか今もあるんです。なんだけど、今ではありがたいことに1000名以上の方が僕のところにご相談に来てくださったり、僕も少しずつです、少しずつなんですけれども、適応障害で悩んでいた自分よりかは確実に一歩一歩成長することができてるんですよ。ありがたいことに皆さんのおかげでね。だからもし仕事に復帰することの不安が拭えないとか、将来が不安だなって思ってる方は、一度誰かね、信頼できる人に相談してみるっていうのも一つの手だと思いますし、やっぱりね、仕事の選択肢をたくさん知っている人、広い世界を知っている人に話を聞いてみる、相談してみるっていうのが僕はおすすめかなっていうふうに思います。そう、実は僕は適応障害にあって復職をする、転職をするという選択肢ではなくて、独立をするっていう選択肢を選んだんですよ。僕の場合はやっぱり大きい企業でもうまくいかなかったし、ちっちゃい企業でもうまくいかなかったから、自分でやっていくしかないんじゃないかなって思ったんですよね。だからいろんな人に話を聞きに行ったり、もうすごいね、高額の自己投資とかもしてたんですよ。あー、これ無駄だったなーってこともいっぱいありましたけど、でもやっぱりそういう尊敬する人とか、自分の知らないことを知っている人、自分の知らない世界を知っている人、自分の知らなかった働き方とか、すごい魅力的なビジョンを追いかけている人に出会うっていうのは、本当にあなたの人生を変えてくれる経験になるかなって僕はすごい思うので、ぜひね、誰か信頼できる人が周りにいるって場合はその方に相談するのもいいと思いますし、周りにいないって場合はやっぱりこういう便利な世の中なので、まあ、その一人に僕を挙げてくださるのであれば、僕だったらこちらの公式 LINE から僕の相談とかオンラインスクールというものもありますので、一緒に変わっていけたら嬉しいなって思いますし、僕ではなくてもね、今って本当に魅力的な方いっぱいいるじゃないですか。だからこの人なら私は信頼できる、この人とやっぱ関わりたい、この人の影響を受けたいって思える人にぜひね、会いに行ってみるのが、僕は今もちろん辛いと思うし苦しいと思うんだけど、その苦しかった経験を補って有り余るほど、人生を振り返ってみると、あの時の適応障害、うつの経験、仕事ができなかった経験が私の人生を変えられました、なぜならこうこうこういう知識や体験をして、こういう人と出会ってこういう風に変われたからですっていう風に言える未来がね、必ず来るんじゃないかなって思ってます。でね、それを経験したら、今あなたと同じように悩んでる人、苦しんでる人に出会った時にね、何
丈夫って自信を持って声をかけることができるんですよ。なぜならあなたが乗り越えてきたからですよね。だから別に仕事ができないことって悪いことじゃないですし、今あなたがね、自分だけが前に進めていないって思っていたとしても、それはあなたがね、一生懸命生きてきた証なんですよ。だから今は立ち止まる時間も必要だと思って、とことん休んでほしいですし、とことん休んで何かやっていきたいなとかってエネルギーが出てきたら、ぜひね、あなたのやりたいこと、本当に実現したい人生っていうのを一緒に実現できたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、ということで今回は復職の不安について一緒に考えていきました。僕も本当はあなたの隣に行って一つ一つね、お話を聞かせていただいたりお話をしていきたいんですけど、なかなかね、現実問題難しいので、もし何か相談したいことがあるとか、一緒にやっぱりオンラインスクールで変わっていきたいって方は、こちらの公式 LINE からお問い合わせいただけると嬉しいなっていうふうに思います。こちらの公式 LINE は現在1800名以上の方がご登録いただいていて、僕がもともと適応障害の状態から今もなお心の先生として、経営者として挑戦成長している過程で得た学びや気づきというものを全て無料で配信しています。今だけ期間限定ですが、制作費10万円相当の心のお悩み完全解決講座というものを無料でプレゼントさせていただいていたり、公式 LINE 内限定で開催している特別な勉強会やセミナーなども定期的に開催しています。またこれも今だけなんですけれども、僕と1対1でご相談をさせていただく機会というものも無料でプレゼントさせていただきます。こちらはいつまで無料で配布できるかどうかはわからないので、ぜひ今のうちにお受け取りいただければなというふうに思います。心が弱い、行動できない、人と関われないって、僕もね、本当に5年以上くらいね悩んでたんですけど、それらを一つ一つ向き合って克服することができるんだ、そして人生を変えることができるんだということを、僕の挑戦とか成長を見ていただいて、あなたにも届けていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひね、本気で自分を変えてなりたい自分を実現していきたいって方は、こちらの公式 LINE のご登録もよろしくお願いします。絶対大丈夫やで。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。メンタルヘルスは今世界的な課題になってるんですよね。今は精神科医、心理学者、心の専門家、メンタルトレーナーっていった方は年々増え続けています。でも心の病で悩む方っていうのは年々増え続けているんです。つまりそういう専門家の方が増えることがメンタルヘルスの解決につながるのではなくて、私たち当事者自身が心のことであったり、自分の悩みを克服する方法、技術というものを身につけることが、僕はあなたの人生が豊かになることにつながると思ってるし、世界的なメンタルヘルスの課題を解決することにつながると思ってるから、今このような活動してるんですよ。なのでもしよかったらね、あなたの声を聞かせてほしいです。あなたの力を貸してほしいです。僕一人の力っていうのは本当にね、ちっぽけなんですよ。申し訳ないですけど、でももしかしたらあなたと一緒ならより多くの方にサポートを届けられるかもしれないし、あなたの人生を豊かにすることにもつながるんじゃないかなって思って、一生懸命ね、今活動をさせていただいてるんです。なのでぜひこの動画を見てよかったなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とその横のベルマークのチェックもよろしくお願いします。そしてあなたの声をね、ぜひ意見を教えてほしいなって思います。ぜひコメント欄に感想や今の思いとかがありましたら、ぜひ書いていただけると嬉しいなっていうふうに思います。僕に対する評価ですね、こういうところが悪かったっていう場合でも全然大丈夫なので、ぜひあなたの気持ちを、いいところも悪いところもぜひね、教えていただけると嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひぜひコメントをお書きいただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは皆さん、今回の動画も最後までご覧いただいて本当にありがとうございます。僕は適応障害でもうつ病でも、どんな状態からでも必ず人って変わっていけるんだよ。やりたいことも見つけられるし、大好きな尊敬する人とも溢れる人生になるし、朝起きることが毎日ワクワクするような人生を実現することがいつからでもできるんだよってことを、あなたに知っていただきたくて、届けたくて、このような活動を今自分なりに一生懸命取り組んでいます。ぜひよかったらチャンネル登録やコメントや高評価という形で、あなたの気持ちを教えていただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。今回も最後まで動画をご覧いただいて本当に皆さん、いつもありがとうございます。あなたの一挙手一投足というのが僕の励みに本当に毎日なってるんですよ。僕もね、今でも苦しいこと、悩み事、不安たくさんあります。うまくいかないことたくさんあります。でもね、あなたがこうやって動画を見てくれていたり、何かね、役に立てることがあるんじゃないかって考えることが、僕のエネルギーになってるし、励みに本当になってるんですよ。だからね、本当にいつもありがとうございます。僕も必ずあなたが僕を見つけてよかったって思ってもらえるような活動をあなたにお届けしたいって思ってますので、ぜひこれからも見ていただけるととても嬉しいです。それでは最後まで動画をご覧いただき本当にいつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。